おはようございます、皆さん。どうですか、調子は。なんか遅れてきた梅雨みたいな天気が今日朝からというか、なんか昨日ぐらいからずっと曇ったりとかなんだりなんかしてますけれども、ご機嫌いかがですか。なんかね、実はね、私ちょっとショートドラマにちょい役で出させていただけることになって、で昨日その撮影だったんですよ。ありがとうございます。でなんかその撮影だったんですけど、ギリギリね天気も持ってなんとか昨日外ロケを終わらせて、で今日はね私行かないんですけど、今日も撮影行われててスタジオで今日は撮られるみたいなんですけれども、あ、そんなこんなで。なんか今日もだから朝と思ってもう飛び出してきた感じだったんですけれども。はい、ちょっとねなんか気圧もぐっとね、なんか空気の重い感じはしてますけれども、元気はつらつに今日もお送りしようと思います。よろしくお願いします。今日はねこちらの本と一緒に最初から送らせていただこうと思うんですけれどもね、今日もねちょっと素敵なゲストさんにお越しいただいてますので、そちらもお楽しみにお待ちください。はい、ということでですね、今日は6月28日なんか私毎週日付に驚いてる気がするんですけど、終わっちゃうの6月、やばいっすね。スタッフさんもねめちゃめちゃうなずいてますけど、7月ですよ。もうだって暑かったもんね、先週暑かったもん、夏ですよもうね。えなんか梅雨もなんか思い出したように今日なんか雨降ってますけど。はい、ということで皆さんもねちょっと夏の準備をしつつ元気に参りましょうということで、アズリモーニング始まります。よろしくお願いします。いつも前置きが長いよ言うて。はい、ということでですね、アズリタレントのすみれです。よろしくお願いします。はい、でですねこの鳥小屋ズリ FM なんですけれども、2020年のね10月10日に突然台東区にできた放送局なんですが、ね日本一尖った放送局として、およそ10個に及ぶプロレス団体の番組ですとか映画番組とか、もうね多種多様な番組がねかなりたくさんございますので、もうねアーカイブとか漁ったり、もうね番組も露骨にいろいろ見ていただいたりとかしてね、露骨にって使い方合ってるこれ見ていただいてね、推しメンの番組とかをぜひ見つけていただければと思います。よろしくお願いします。はい、でですねこの番組の面白いところの一つなんですけれども、メッセージをね直接 X に送っていただけるというシステムがございます。はい、今フライヤー出ましたけれども、こんな感じでね、X にアットアズパン FM を検索していただいて、メッセージを送っていただくと、直接オンタイムでメッセージ届いちゃいます。すごい。はい、なのでね、ぜひね、今日のゲストさんに向けてでもいいですし、私へのツッコミでもいいですので、何でもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、さてさて、そしてですね鳥小屋ズリ FM はですねスマートフォンとかパソコンとか通信環境があればどこでも視聴ができるというね、そういったラジオ放送局となっております。検索エンジンから検索していただくだけで生放送がすぐ見られるローカル放送局となっております。はい、今ねちょうど検索してくださってるんですけどね、スタッフさんが。そうなんですよ、こんな感じでドーンと生放送が出てですね、こうやって見れるわけなんですよ。でですね、再生ボタンをね押すとこうやって出るわけなんですけれども、ですね YouTube にて2週間後にアーカイブも実は出ます。でこの過去のアーカイブはこちらってところを押していただいてもいいですし、下の方に行くとですね番組表が実はありまして、でアズーリモーニングの今日のね MC すみれの会を押していただくと、アズーリモーニングをねギュッとまとめた再生リストに飛ぶことができます。はい、こんな感じで、ありがとうございます。そう、こんな感じでですね、アズーリモーニングだけをね見たいというそこのあなた、番組表からぜひ飛んでみてください。最新の何だったかな、多分あれですよね、ママですよね、中華料理のママですよねきっと、みゆきママの回が最新となっておりますので、またそちらもぜひご覧ください。
さてさてさて、そんな感じでですね、過去の番組からも鳥小屋釣り FM はですね、見ていただいて番組の推しを探していただけるわけなんですけれども、まあね、ちょっとここでねご存知な方があんまりいないかなと思うので、ちょっとあえて宣伝させていただこうかななんて思いますので、ちょっと写真お願いします。はい、こちらです。上野のねアメ横のビジョンですよ。知ってますかねこれね。ここに実はね鳥小屋釣り FM がね開局当初から告知中でございます。ありがとうございます。そしてですね、なんとね代々木のビジョンでもね最近見られるようになったみたいで、すごいですね。2カ所にビジョンにねドーンと鳥小屋釣りのねアズパンくんが映ってるわけなんですが、もうね見られるようになりました。でしかもねここに広告を出したいって方いらっしゃいますかね。はーい、はい、ありがとうございます。画面の前で手を挙げてくださった皆さん大丈夫です、出せます。はい、ぜひアズリフムにご連絡ください。ご案内させていただきます。はい、ということでですね、そんなアズーリ FM なんですけれども、このアズーリモーニングですね、この番組なんですが、台東区の企業さんとかお店さんとかお教室とか企業さんとかね、もうかなりねもう優先的にご紹介をさせていただいている番組でございますね。今日もねその、お一人がいらっしゃってるわけなんですけれども、最近はね鳥小屋釣り FM にゆかりのある方でしたら、もう台東区以外の方もねご紹介してたりしますので、今ちょうどご案内出てますけれども、もう次戦他戦問いません。もうインスタグラム、ツイッターじゃなくて X とかからもお申し込みいただけますので、もうぜひもう何かしらの方法でお声掛けください。よろしくお願いしますね。ゲストさんいらっしゃったらぜひご紹介くださいこの人どうつってよろしくお願いします。はい、ということでですね、ゲスト出演いただいた方にはですね、ご出演日を記載した記念ポスターもなんと渡しちゃうよということで、はい、今出てますけれども、こんな感じのポスターをねお渡ししますので、ぜひお店とかね会社とかに貼っていただいて、ちょっと俺この前ラジオ出てきたんだよねみたいな感じでちょっとアピールしていただければなと思いますはいですね。はい、でですね、改めてゲスト出演希望の方、またはお店に、このお店に出てほしいとかですね、行きつけのバーとかもうレストランとか居酒屋さんとかもどこでも大丈夫ですので、ぜひご紹介ください、ご推薦ください、よろしくお願いします。はい、今ね電話番号出てるんですけど、お電話からも、ね、行きますので、 070-556-3-9773 までご連絡ください、よろしくお願いします。はい、そして朝からね、おお、救急車大丈夫結構近くで鳴ってますけど、意外と聞こえてないんですよね。でもこれね、なんかアーカイブ聞くと意外と救急車の音聞こえないから、なんか一人で私がわたわたしてるみたいになんかアーカイブでいつもなってるなと思うんですけれどもね、まあ雨なんでね、滑って転んだりしないように本当に気をつけてくださいね皆さん。はい、あ、私今日ね5回ぐらいつまずきました来る時にレインブーツってさ、なんか慣れてないとあれですよね、普段履かないからキュッ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 しちゃってさ、なんか滑るしつまずくし大変ですよね。いや、何の話ですね、そんなんはいいんですよ。ですね、今日朝から盛り上げてくださってるスタッフさん、目の前にね今日もねお二人いてくださってるわけなんですけれども、そのねスタッフさんをね実はね募集させていただこうっていう、イエーイ。はい、AI とかでやってるわけじゃないので、人でね運営してくださってるわけなんですが、もうねスタッフさんありきのね番組なんですよ。私これ一人じゃ無理なんで、もう、ね、私たちと一緒にねもう番組を生放送しませんかということで募集をさせていただこうと思います。イエーイ。でどんなことスタッフさんがね裏でされてるのかっていうのをね見ていただく動画ございますので、 V をちょっとじゃあお願いします。
ということで見ていただきました。一緒にねあのスタッフさんやってくださる方募集しております。お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、次はねあの順番で言うとお天気情報なわけなんですけれどもね、まあわかるよね、もう雨です今日でも一日雨ですわはい、じゃあちょっと1週間のも含めてお天気見ていこうと思います。はい、雨ですですよね。あ、でも曇りなんだねえ、なんかもう雨で曇りで、で明日はちょっとまた晴れるみたいですね。ということで、まあ、今日はねちょっと涼しいですよね。23度でございます。じゃあちょっと1週間見ていきましょう。いやーねー、もう気温がねアップダウンで本当に大変ですよ。本当に体が忙しい。はいはいはい、ねほら日曜日32度まで上がりますよ皆さん。大変だな本当にね。もうちょっとこの雨が明けて一気に夏に向かっていくんでしょうかね。はい、水分補給しましょう。実はね私あれなんですよ、一昨日ね現場が外だったんですよ。なんか野球の球場みたいなところで一日お仕事をいただいて行ったんですけど、ちゃんと熱中症になりましたねちゃんとなっちゃった。もうね本当に皆さんねちゃんと睡眠をちゃんととって、水分補給してご飯ちゃんと食べて外には出ましょうね気をつけてください。急に上がりますからね気温って本当に。はい、ということで、はい、体調気をつけて楽しんでまいりましょう。でですね、次は渋滞情報です。はい、雨なんでね、まず多少の混みが混雑があるようでございます。台東区根岸1丁目付近とかね、約3分ぐらいの渋滞だったりとか、根岸3丁目付近、あ、やっぱりそうなんだ根岸3丁目付近毎回混みがちらしいので、皆様ちょっとその辺通られる際はちょっと気をつけて余裕を持ってお通りください。はい、そして鉄道の運行情報に行こうと思います。はい、今日ね結構混んでたな。あの最寄りの電車もね遅延してましたね。はい、列車遅延とかね、いろいろびっくりマーク出てますね。東京メトロ千代田線、臨海線、泉鉄道線、千葉都市モノレール線、あれなんか初めて見たの出てきたんだけど、そんなあるんですかそんなんとか言ったら失礼か、知らなかった。あ、なんかドア故障してるらしいです。あ、そうなんだ。モノレールってちょっとテンション上がりますよね、乗るとき。あんまないからね。はい、っていうプチプチ何一人言はい、でした。皆様今日も余裕を持ってお出かけください。はいはい、ということで鉄の情報までねお伝えしたんですけれども、じゃあここで台東区ニュースのコーナー、イエーイ。はい、ということで今日はですね、台東区民カレッジ書でおと思って書でおもてなしですよ。こうだっけ、どっちか忘れたけど、おもてなし、地域を訪れた外国の方へ日本の心を届けよう、受講生募集、イエーイ。ということで、外国人の方ね、本当に日本に興味持って来てくださっている方すごく たくさんね最近いらっしゃいますので、書でおもてなししようということですね。全8回、ぜひ地域を訪れた方にね日本を楽しんでいただこうということでイベントがあるようです。ぜひちょっと参加されてみてはいかがでしょうか。ということで今日ちょっとピックアップさせていただきました。参加されたい方はですね、お問い合わせは障害学習センターの1階受付窓口までお越しくださいとのことですね。はい、なんかね資格とかいらないらしいので、ね、書道って皆さん小学校で触ってますもんねきっとねね、私も授業やった覚えあるんで、皆さん絶対触ってるはずなので、はい、ぜひ行ってみてください。はい、ということで、台東ニュースのコーナーでございました。それではそしたら鳥小屋釣り FM からのお知らせをしようと思います。はい、今日は何本立てかなと、今日はですね3本立てですね3本立てですということで、じゃあ1つ目から参ろうと思います。じゃあ1本目です。重大発表させていただきます。おなんだすごいな最初から。おお、名古屋になんと社長クワズリ FM が開局いたします。イエーイ記念すべき第2曲目となります。
すごいなんかロンパースみたいで可愛いですね、アズパンク。赤ちゃんみたい、可愛い。はい、ということでですね、なんか第2曲目っていうのはね、ちょっと前にも聞いたことがあるのですが、ですよね、聞いたことある。ね、私も聞いたことある気がするんですけど、なんかどうだったのかな。そんなこともあったかもしれませんが、大人の事情で新たに開局をいたします。ね、包み隠さず話していくスタイル、大人の事情でね、なんかあったみたいですね。はい、でですね、7月7日が開局日と決定したそうです。七夕の日を狙ってこられたんですかね。いいですね。はい、で社長カーズリーフ M の公式キャラクターがこちらです。はい、さっきも出てきましたけれども、このシャチホコのアズパンくんですね。なんかすごいやってやるぜ感が顔に出てますけれども、やってやるぜって気合をきっとね出してやってくださるそうだなと思うのでね、はい、楽しみに見ていただければと思います。ですね、アズパンシャチホコバージョンですよね、今のがね。そうですね。で皆さんね、現在シャチホコアズリフィムはね、プレ放送プレ放送だったらおかしい、プレ放送毎日しておりますので、あ、もう見られるんですね、シャチホコアズリ見られるんだ、見られるそうです。皆さんちょっとこれ見終わったら、まずちょっと YouTube で検索したら出るのかな、あのぜひ見てみてください。 YouTube じゃないや、普通に検索したら出るんですね。あ、おー、ほんとだ、プレ放送してる。あ、じゃあちょっとぜひちょっとね、こちらご覧ください。皆さん検索したら出るみたいなので、すごいですね、スタッフさん今ちょっと検索したらって言った瞬間にもパッて出してくれちゃうっていう。早い、これ台本にないんですよ。早いですね。はい、そしてね、あの公式 X のアカウントもねありますので、ぜひぜひそちらもねフォローしていただいて、アカウントからリンク飛びますと公式ホームページに今のが出てくるかなと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。フォローしてちょうだい、お願いします。はい、そしてそして2本目です。アズリプロレス祭りフィナ、うん、壮大に噛んだね今。もう一回、あの今のなかったことにしていいですか、すいません。もう一回いきます。アズリプロレス祭りファンの皆様、お待たせいたしました。日本一トガットプロレス祭り鳥越アズリ FM 開局3周年記念大会、アズリプロレス祭り2023公式 DVD が12月1日からもうずっと発売しております。呼吸のタイミング見逃しちゃった。ですね、ベースでですね、今こんな感じで販売しております。でプロレス祭りのねグッズも数量限定で販売してますので、ぜひチェックをお願いします。はい、ね、限定なのでもうあるだけですので、ぜひ、チェックしていただければと思うんですけれども、あとねこのアズリモーニングをね、せっかく今見ていただいてるので、ちょっと秘密でっていうか、ちょっと限定で、DVD の特典映像を見たいですよね。ちょっと見せちゃおうかな。はい。ということで、じゃちょっと見ていただこうと思います。どうぞ。それではお二方来ていただきました。鳥越アズリプロレス祭りで試合を終えて感想いかがでしょうか。いやー、鳥越アズリやるね。こういうカード普通組めないから。なので、アズリに、あっぱれですね、間違いなく。もう本当にサリと組めて本当安心できる選手になりました、嬉しい。ありがとうございます。私も本当ジャガーさんとタッグ組ませていただく機会ってなかなかやっぱないので、本当にこんな機会いただけて感謝でいっぱいです。本当ありがとうございました。お祝いの大会に争えるいいファイト。いやいやいや、もうこちらことですよね、朝日さん。朝日さんもよく頑張ってましたよ。どこ行っちゃった、ありがとう、みんな今日は応援してくれてありがとう。もう朝日さんもこの調子ですよ。はい、いや頑張りましたね、本当に。いやでもね、鳥越アズリエヘマさん開局30年、しかも4周年がもう決まってるということでね、もう来年の10月に、はい、キリングフェイスに帰ってくるということで、皆さんまたね、はい、今日楽しかったっていう方、もう DVD 買ってくれて見て、わこれ会場でも見たいなっていう方はぜひ来年の10月またここ新宿フェイスでありますので。はい、ということで、はい、こんな感じで DVD 見れますのでね、ぜひそちらも購入してご覧くださいっていうのと、実はね、もうね、ちょっとやっぱ生で見たいなって方もいらっしゃると思うので、もうね、決まってるんですよ、大会がね。はい。で、しかも今月から、アズリプロレス公式で確定選手の発表もしちゃうよっていう。
ねえ、あ、そう、日付を出してくださってるんですけど、2020年の10月27日日曜日、新宿フェイスにて開催決定、イエーイ。はーい、そうなんですよね。なのでぜひね、そちらもご覧いただければと思うんですけれども、ね、確定選手もね発表してるということで、もうますますねちょっと楽しみな気持ちがガンガン来てるわけなんですけれども、え、気づいたらだってもう今7月にもなるから、え、もう3ヶ月ちょっとってことですか。あと早っ早っ、早っねえ、もうちょっとこの時期にはちょっとさすがに涼しいんじゃないかなと思いますのでね、皆さん、はい、楽しみにお待ちください。はい、そして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 、3本目のお知らせでございます。3本目はですね、実はね、あのずっと告知させていただいていた、高橋英樹代表の還暦パーティーがあったんですけれども、あのそれがね、敢行されました、開催されました。わー、おめでとうございます高橋代表。はい、7月4日からですね、その模様というかですね、来てくださった皆様に対してあの感謝をお伝えするためだけの放送50分間特番決定いたしました。わーいはい、でぜひねそちらご覧いただきたいのと、あ、ちょっとその日用事あるわって方は7月6日の土曜日の午後3時からも放送開始となっております、放送されることになっております。はい、で来てくださった方も、あ、行けなかったわって方もぜひあの放送を見ていただいて雰囲気を見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで曲からのお知らせでございました。そしてですね、協賛店のご紹介をさせていただこうと思います。はい、鳥小屋ズ FM 協賛またはスポンサーをいただいているお店のご紹介でございます。まずは木こり蔵前さんですね、カフェオアバー木こり蔵前さんです。はい、いつもありがとうございます。蔵前さん、蔵前さんっておかしいな、蔵前は地名ですよねカフェオアバーキコリ蔵前さん、略すところ間違えるとこういうことになっちゃう。ですね、そうなんですよ、幻のチキンバーベキューがねいつも私のお腹を鳴らすんですけど、この時間にね、はい、美味しそうだな、一口500円でございます。皆さんちょっと今日はね足元悪いんですけれども、傘さしてぜひ行っていただければと思います。で夜はあのバーで、昼はねランチをやられているっていうことで、本当に行く時間によって全然顔が違うっていうね、ちょっと面白いお店なんですけれどもね、ちょっとお散歩がてらぜひお立ち寄りいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、そしてそして、株式会社ブレスさんのご紹介でございます。はい、株式会社ブレスさんはですね、ビルマンション共用防止とした電気工事会社となっております。 VS アンテナの新規設置交換や LED 照明の新規設置交換など基本的な電気工事はすべて対応可能です。漏電駆けつけ、急な停電の仮設工事も行っています。急な駆けつけができる会社ってね、貴重ですよね本当にね。ということでインターホン工事とかね、 BS アンテナ工事も対応可能となっております。で実はね、あの鳥小屋ズリーフェム電気工事はあのすべてね株式会社ブレスさんに工事をお願いしてまして、本日も開局をしております。ありがとうございます。はい、ということでご相談をお気軽にブレスさんにお電話ください。よろしくお願いします。はい、お電話番号出ております、0358294978、 5829-4978 でございます。お待ちしてます。はい、ということで以上株式会社ブレスさんのご紹介でした。いやーね、いろんな方に支えられての曲なわけなんですけれども、さあ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 、そんなアズーリ FM、 アズーリモーニングでですね CM をね実は流せたり作成できたりするわけなんですけれども、ちょっとそちらのご紹介をしようと思います。はい、制作費はですね2万円で毎月5000円から、PR をさせていただくっていうような感じですね。でもうね、CM も作っちゃうのでこちらで、はい、制作費2万円 PR 費5000円どうした、歯なくなったんか、5000円ですね。はい、ということで、今ね新聞折り込みとかも5000円でできないらしいんでね、結構ねお安くできるんじゃないかなと思いますので、ぜひご検討ください。はい、
お、あ、そっか、 CM どんな感じか見たいですよね。はい、あのね、こんな感じですっていうちょっと動画がありますので、ちょっとじゃあ見ていただこうと思います。爪の病院屋さんのね動画がありますので、ちょっとじゃあご覧いただこうと思います。ね、爪の病院屋さんってね、どんな病院だと思いますね。あ、ね、気になりましたよね。じゃあちょっと見ていただこうかなと思います。はい、どうぞ。おはようございます。ご視聴の皆様こんにちは。はい、私オレグヤズルゲームのオーナーやっております、高橋秀樹でございます。今日はなんと私がずっと施術を受けているこの爪の病院さんに来ています。この爪の病院さん、いろんな形でこの今までの巻き爪とかのもので画期的なことをやられているということなので、今日はそれを体験してみたいと思います。さあ皆さん、カメラと一緒に参りましょう。はい、こんな風にソファに座ってですね、いい感じでございますけれども、ここから施術が始まるわけでございます。今施術がやっと終わりました。優しくて痛みもなくて非常に快適に終わりました。皆さんもですね、爪のことでですね、少しでお悩みの方がおられたら、この浅草橋1丁目爪の病院屋さんにですね、ぜひお越しいただいてください。鳥越アズール FM は保証します。巻き爪や変形爪でお困りの方、爪の病院屋さんへご相談ください。お待ちしてます。はい、ということでこんな感じで CM が作れちゃうというね、爪の病院屋さんいつもありがとうございます。こんな感じで CM 作って放送させていただきますので、ぜひご検討いただいてご連絡ください。はい、ということでお待たせいたしました。ゲストの方ね、ずっとここになんか出演していただいてるような気持ちではいたんですけれどもずっとねここに、はい、いてくださってた時はもうすでにするんですが、ちょっとね生のね人に来ていただこうかなと思いますので、ちょっと準備をさせていただこうと思います。こちらをご覧ください。この著書での方ですよね。はい、本物ですね。本物です実在しましたはい、ということで今日はですね、福島たけるさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、福島たけるです。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、はい、整体師の福島たけるです。実は僕もですね、今日まあ、いろいろしゃべってもいいということだったのでラジオをやってまして、ラジオ歴が超長いので、おー、だからこんなに声がなんかスパーンと出る感じですね。今日はめちゃくちゃ体調悪いのでそうなんですか。本来はね、高い声じゃないですか。で、男性の声は低くしないとミキサーの方って結構ごちゃごちゃってなって、そうなんですか。僕の方は本当はね、中音にしなきゃいけないんですけど、はいはい、申し訳ないです。じゃあ私がちょっと低くいきましょうか。いや、いけますか。本当にいけますか。いけますかこれね、ちなみに今日全然打ち合わせしてない感じで始まってますけども、そうなんですよね、今日ちょっとこうスタジオ入って、はい、スタッフさんのね、こう募集されてたじゃないですか、はい、で今日僕がこう見た感じだとですね、
スタッフさん、これ絶対ね、皆さん一回経験した方がいいです。なんでかっていうと、映像の部分と、あとラジオの部分、これ二つ学べるんですよ。間違いない。でね、僕いろんなとこ出てるんですよ。本当に僕ディレクターもやってたし。すごい。こんなにね、Qシートを細かく書く曲ってないんですよ。あ、そうなんですね。で、FM 局で楽屋があるとこまずないので、これね、素晴らしいんですよね。おー、すごい。めちゃめちゃ褒められてますね。今、ご聴覚の方でですね、拍手してるんですけど、拍手も普通しないので、そう、本当、いつも盛り上げてくださる。本当しないので、いつも僕が入っちゃったら、あ、こいつやばくいいことになるなと思って、みんなホワイトボード持ってくるので、大体普通はね、もっと巻いてとか、いじりすぎとか。だからなんかすごくやりやすいから、これからは本当に動画の時代だし、すごく勉強になると思いますよ。おー、うん、特に若い方とかアーティスト目指す方とか、自分でこれからなんか宣伝していく方っていうのはね、すごくいいと思いますね。はい、ちょっとお待ちしてます。そう、野望のある方お待ちしてます。いや、本当にいいと思いますよ。なんかすごくいいと思いますね。今日は雨の中来ましたけども、この中もすごく空調の今説明もされてて、すごい良かったですね。なんか、そうなんですよ、いつも確認してくださるんですよ。はい、すごく本当になんかいいモーニングとはこういうことですよね。いいモーニングです、はい、丁寧な暮らし、はい、いいモーニングを、はい、送っております。ちなみにリスナーの皆様、はい、このなんかこう女性と二人きりなので、このなんか個室はですね、ソニープラザの匂いがします。ダウニーの匂いというかですね、独特の匂いがして、すごく僕気分良くなっちゃいましたね。ダウニー出てます。はい、ダウニー出てます。だいぶ出てます。はい、本当ですか。はい、確かに柔軟剤ダウニーですね、うん。なんかダウニーっぽい服も着てますしね、僕らね。あ、確かに。白い。出れそうですよね、このまま。CM 出れる。はい、ね、何を出してるんですかって感じですよね。はい。まあ出すけどね、今日雨でちょっと濡れてきちゃいましたけど。傘持ってきてました？なんかだいぶ朝濡れてましたけど、朝あ、本当ですか。持ってきてます、ね、傘。折りたたみ傘一応差してきたんですけど、差し方下手くそだったかな。あ濡れてましたかね、はい、ちょっと急いでたんでね、そう、ちょっと早足だったから、はい、僕ビニール傘よくなくすんで、今日たまたま僕もバッグに入ってた折りたたみ傘で来るんですけど、はいはい、折りたたみ傘ってよく EVA とか、はい、APO アポとか書いてるの知ってません？絵の部分書いてある。EVA、アポ分かります。アポ分かります。あれアポなんですね。なんて読むのかなとは思ってたんですけど、アポって僕が勝手に呼んでたんですけど、 APO ね、 APO ね、アポ、あれ、アポで、なんでか知ってます？え、分かんないです。あれは非、ポリオフェリンっていうビニールの名前なんですよ、はい、そうなんですか。そう、あれ材質なんですよ。なんかアホって言うとちょっと直接的だから、アポってちょっとか傘忘れちゃって君アポだなみたいな、そういうことじゃない？もうなんかね、さすがプロレスをこう意識してる曲かなと思いましたけど、アポ、昭和の人間だと一応じゃ、ババさんのね、チョップの時掛け声なんですけど、そうですよね、はいはい、なかなかここで壁ありますけどね、はい、そんな悩みも後でストレッチで消します。でね、そう、なんでもね消えちゃうんですもんね、すべての悩み消えちゃいますからね。で、はい、EVA だけは、エヴァですけど、エヴァの方は、はい、エチレンビニールアセテートっていう、はい、それの略なんですよ。そうだったんだ。はい、だからあれなんかね、エヴァとアポってみんな言うけど、一応あれ材質なんですよっていう、はい、いう話で、っていうことは燃えるゴミと燃えないゴミの日ちゃんと分けろよって話でございましたね。大変ですね、じゃああれ。そっか、はい、そんな。え、今日はエヴァとアポどちら刺されてる？だから今日僕折りたたみになったんですよ、昨日なくしたんですよ。あ、そっかそっか、はい、いつもの話ですね、はい、折りたたみの話、はい、なかなかこのごちゃっとした感がやっぱりローカル感があって非常にいいのかなと思ってますけどね。はい、喋るんですいません、本当に。いやいやいや、大丈夫でございます、はい。というわけでですね、まあこれ、はい、全ての悩みはストレッチで解決できるって話なんですけど、なんか悩みとかあります？悩みか、はい、悩みか、痩せたと思ったらすぐ太ることですね。あ、なるほどですね。一応太る方、むくみとかね、それって結構、まあ、体質的なものなので、ちょっと気にかけたら治っちゃうと思うんですけど。本当ですか？はい、で僕もなんかいろいろ、例えばこう悩みとかって、ちなみになんでラジオやってんのって話なんですけど、はい、そもそも僕緊張して人前で喋れなかったんですよ。またまた。いや、本当にですよ。本当ですか？で、整骨院で、患者さんにもう何言ってるのかよくわからないって言われて、でしょうがなくお話教室に行ったんですよ。でお話教室に行った時のそのお話教室のスポンサーさんが
ラジオ局だったんですよ。へー。でそこのラジオ局のお話教室入ったら僕一人しかいなくて、そのままなんかアナウンサー部みたいなとこに入って、よくその学生時代キラキラしてる連中がアナウンサーになりたいみたいなとこの呼び込みみたいなとこに入れさせられちゃったんですよ。そこで なんかそこでこういろいろ揉まれて、はい、もう全然喋れなくて、それでもだけども頑張ってとりあえず2年ぐらいやって、はい、で周りはこうねなんかまあ就職で放送局行ったりとかする人たちいるんですけど、でその中で僕残ってて、で結局そのアナウンス部もこう同期たち全部なくなって僕一人になっちゃったので、局で残ってる番組担当しないかってことで、あの残ったからなんか番組担当させてもらったっていう経緯があるので。あ、そうなんですね。番組担当されてるっていうのもすごいです。そうだったんですよ。人がいなかったんですよ。その時ちょうどね、あのね、雨場あるじゃないですか。いやいや、その雨場ってあるじゃないですか。雨場ってあの、はい、あれの普通の雨場フレッシュっていうこう、はい、割と動画のニコ生に近いようなことやってて、そうですよね、そこで、ね、なんかこう鍛えられた感じで。大きいとこに出されてるじゃないですか。ありがとうございます。すごいですね。今日メガネのお兄さんも拍手もらいました。嬉しいです。なんかいや、はい、こんなにしっかりお話しされるってもう絶対経験者だなと思った。やっぱそうでしたよね。とんでもないところから来られてるじゃないですか今日。いや暇なんですよ。いやいやいや、本当暇なので、さっきゲスト募集していましたけど、僕暇なんで、はい、暇なおじさんなんでどこでも行きますので呼んでください。嬉しい。レギュラーですか、はい、もうこれは大丈夫です。はい、毎週来てほしいですけど。はい、はい、自分のファンに叩かれますよ、はい、やばいやばいやばい、炎上しちゃう。炎上、僕も炎上をすごくしてたタイプなので。あ、そうなんですか。はい、の割にはなんか今日ちょっとここで聞いてるリスナーさん、僕の、X からの方、今日いいねをしてくれるんですけど全然コメントが来ないので。ぜひコメントお願いします。コメントもよろしくお願いいたしますね。なかなかだって直接お話しされできる機会ないですよね、あんまり。たけるさん、あ、そうですね、インスタライブとかもされる。インスタライブもしてないですので。あ、じゃあめっちゃレアじゃないですか。本当にね、さっきここ僕スタッフさんとスタジオでベタ褒めしたんですけど、はい、本当あんま言っていいのかな、僕のラジオって、うん、カンパケ納品って言って収録して自分で全部、はい、うん、まあ、調達ミキサーで調節して納品するタイプなんで、そうだからもう機械とかすごい見ちゃってて、うん、ここすごいいい機材置いてあるので、うん、だからなんかすごいいいんだよっていう話なので、で直接関わりいつもなくて、放送終わった後あれダメだったよねってダメ出しがこう X とかインスタとかで炎上するっていうタイプですね。はい、か後から放火されるみたいな感じですよね。その場で炎上じゃなくて放火ですね、みんなね。そうなんですね、はい、後出しで燃えてくれたり、ね、そうなんですよ、はい、全部やられるんですか、そういう調整とかも全部。全部ね、ご自身でやられる。全部カンパケなので全部基本的にやるんですよね。ただもともと僕が、ディレクションをしてたから、はい、編集はできたんです、ソフトが、はい、ソフトは全然変わってないので、はい、ただね、ここのね今撮ってますけど、こう映像的なものは全然できないので、すごく勉強になるんじゃないかなってね。へー、ありがとうございます。思います。ストレッチのことに来てくださったはずなのに、あずりをすごい押してくださる。本当にね、ないっすよ。楽屋があるってないっすよ。あ、あります。そうですよね、ないっすよね。楽屋ないっすよ、普通に。あ、そういうもんなんですね。楽屋ない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 。ないし、スタッフさんが膝折って俺に説明してくれたからね。あ、そう、あれはちょっと私も最初びっくりですよね。だからどんなお店来ちゃったのかなと思いますよね。そうなんですよ。あ、びっくりですよね。おもてなしがすごいんです、うん、びっくりですよ。だからその辺もだからね、え、で、まあちなみにその全然緊張がしてこう喋れない、じゃあそういう時にどうしたかって言ったら、自分の整骨院内で体をほぐしたらなかなか喋れるようになったっていうのがこの本の元ネタなんですよね。たけるさんはじゃあさ、話せないっていうなら悩みをストレッチで解決された。そう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 、だからこれ全ての悩みって書いてあるんですけど、実はこれ自分の苦悩なんですよね。苦悩との向き合い方みたいな、これ文字ばっかりなんですよ実は。へー、はい、ちなみになんかこう、はい、ちょっと何だろうな、ハンディキャップ少し持たれてるじゃないですか、苦悩とかって。それって どう自分でこう捉えてます？なんか正直あんまり気にしてないって言ったらちょっとあれなんですけど、うん、まあそういう日もあるよねくらいで言っちゃってるんですけど、でも、うん、
特に昨日私撮影だったんですよ、なんですけどなぜか前日にすごい夜中にお腹空いちゃってお寿司を、なんか5貫ぐらい食べちゃったんですよ、多分それのせいかなって思ってるんですけど、でも反省しました映像を見て、もうね、あと、あと 600秒っておっしゃってましたけども、そう今10分なるほどですね、なんかね病にできちゃうあたりが、業界循環すごい、いや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 、でもなんかはい、それは苦悩というか食欲に負けたみたいな、あそうなんですよね、だからさっき今すごい重要なキーワードを出してて、はい、あんまり気にしないっていうところは、ね、これから何か自分にこう降り注いでくる悩みとか、はい、苦悩に対しては自分の潜在的な能力で解決できるよってところにつながってる人なんですよ。おそこなんですよ。すごい言語化されるとすごいなんか壮大なことに聞こえちゃう、恥ずかしくなってきちゃう。だから僕もその人前で喋れないっていうところの悩みがあって、はい、で他人に見られてかっこ悪いってところがあって、でその悩みがあるからこそまあその、まあ、悩みを克服できて自分の人生に深い意味があるってところをこう今乗っかってる感じなので、お互いそこだけ全然顔違いますけども、自分の苦悩をこう乗り越えて今自分の人生に価値を植え付けてるってところは一緒じゃないですかね。いや素敵、そうなんですよ実は。そうなんですよ。まあ、そうそう大概ですね、明るく見せてる女性って大体心の中暗い人ばっかりなんで、はい、あバレてた大体暗いんですよ。いやそうなんですよ実は、大体暗いので、一人がいいとか大体暗いんですよね。そうですよ、はい、で付き合い悪いタイプだと思いますそんなことないですよ、飲みとか行きますからね、はい、ちゃんとですので、はい、で、まあ、そういったその悩みを解決する、自分を俯瞰するとか多角的に見るっていう方法が実はこの本の中に入ってるんですよ。おお、なんかこれ読み終わったらすごいあれですね、晴れやかになってそうですね、すごい。あだからね、これから自分が起こるなんか悩みとか苦悩っていうのは自分を成長させるきっかけになるんじゃないかなと思ってくれると、書いてる僕にとってはめちゃくちゃ嬉しいっすよね。いや素敵ですね、実際そうですもんね。なんかあります、こうなんか、はい、もうその今こう自分のハンディキャップを克服して、はい、なんかあった時に、はい、あのハンディキャップがあったから今私があるんだみたいなエピソードは、いやあります、あります、ね、あります、はい、なんかいい話をあと5分で締めてくださいいやもう、いやもうね、今までも割とあれなんですけど、なんか私片耳悪くしてて、うん、なんです今右が聞こえてないんですよ、うん、なんか今日もこれイヤモニのおかげでこうやってお話しさせていただけてるので、うん、なんかそういうのもなんか結局最初は落ち込んだんですけど、でもよく考えたら目立つには最高の道具に一個なってるんだみたいな、なんかね一個引い出るじゃないですか、はい、片耳聞こえないっていうなんかアクセントができたっていうか、スミレならではのそのアイデンティティというか、そのなんか価値の創造につながってますよね。一個覚えられやすくなるかなみたいな、はい、そういうのはありますね。とかもいろいろあります。あともうなんかいろ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 あります。いろいろもう一個ぐらい聞いていいですか。あ本当ですか、はい、すごい困った顔してますね、はい、そうですね、まあ、そうですね、頭に一回切ったとかあります、手術であありますとか、うん、海外住んでる間にいろいろ変なオーナーに家騙されるとかいろいろあります。本当になんかいろいろ障害1個超えると、僕もいろんな障、はい、まあ、いろんな障害というかいろんな事故とか手術とか、まあなんだろうな、詐欺じゃないけど、はい、いろんなことあったんですけど、はい、一個障害乗っけると、その、新しく出てきたその詐欺っぽいこととか変なやつとかって、はい、笑いにできるこう客観的に見れる力がついてきますよね。いやそうですね、うん、確かに。で僕ら美味しいことにそれネタにできるんですよね。そうなんですよ、そうネタがね、そうそうそう、それがね美味しいんですよね。たとえ武井さんも何かあったんですか。ありすぎててもう尺が足んないですよね。そうですよ、ありすぎてて尺が足んないよ、うん、この本にはそういったこと書かれてるんですか。それはそういう本じゃないね、暴露本じゃないのでストレッチでこの悩み解決しましたの中にそういう苦悩も入ってるのかなと思ったんですけど、はい、苦悩というか、はい、もう、解決の糸口が見つかるかなっていう本でございます。今日僕一冊お渡しするんで読んでください。本当ですか、嬉しい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。いいですか、はい、であともちろんですね、番組とかにも今日何冊か持ってきてるので、福島たけるのですね、インスタとか、あとは、そして X の DM からですね、ぜひですね、はい、今日放送聞いたから本くれって一言入れてくれたら、先着3名から5名の方にあげたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ラッキーすぎる。
はい、よろしくお願いします。今何人見てるかちょっとよくわかんないですけど、よろしくお願いしますね。すごい、はい、じゃあこの X からですか？ X もどっちもインスタでもどういうことも大丈夫だと思います。はい、すぎる。それはかなり美味しいですね。美味しい、美味しいですね。あー、はい、すごい。ね、今日せっかくこうやっぱり朝からね、金曜日ですからね、今日マルキンですし。そうなんですよ、はい。そうなんでございますよ皆さん。ね、じゃあちょっと1週間の悩みを、じゃあまずちょっとストレッチで。1週間の悩み、そうですね。とりあえず今週分をこれで消化したいです。はい、なんかあります？なんかすぐできるストレッチ。あ、ストレッチ、はい。なかなか来ましたね。じゃあですね、じゃあストレッチしながら終わりましょうか。じゃあ指を長くしましょうかね。皆さん拝んでください。拝んでください。はい、はい、でちょっと指の長さ確認してください。はい、あ、短いな。左の方の指を長くします。右の手をですね、上からこう押し込むように反らしてください。左の指、こんな感じ、はい、もうちょっと弓なりに、弓なりにお願いします。はい、このまま10秒間いきましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。あともう5秒間追加できます。1、2、3、4、5です。さあ右と左ちょっと指比べてください。5ミリからだいたい10ミリぐらい伸びてると思うんですけど、伸びてる、はい、これ伸ばすことによって、まあ、PA さんはね、こうミキシングのこう指の長さが長いので、かなりコントロールしやすいとか、はい、PC 打ってる方はショートカットキーが打ちやすくなったりとか、これあの、だいたい 1.5 秒ぐらいかかる作業が多分 0.7 秒とかにまで減ってくるので、8時間労働だったらだいたい40分ぐらい作業短くなるんで、ちりつもですもんね、はい、ぜひ40分、これが1年続くとですね、だいたい18時間とかになってくると思いますので、そうすると資格の勉強とかね、はい、はい、そうするとね、こうアズーリさんのスタッフに来るとか、いろんな時間が捻出されるので、自分の人生が華やかに彩られるんじゃないかなと思っております。そうなんですね、はい、毎日やった方がいいんです？あの作業やる前です。さすがに1時間あ2時間ぐらいで効果が切れてきちゃいますので。あ、そうなんですか、はい、よろしくお願いいたします。ヒュンって戻ってっちゃうの、はい、飲みましたあ、まだいけます。まだいけるまだまだいけます。もう一個ある、もう一個。じゃあ、指長くしたので今度指の間広くしましょうか。グー出してください。そのまま突っ込みます、はい、このまま10秒間です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。中指と今度は薬指いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では伸ばしてください。伸びた広くなってんじゃないですかね、はい、広くなってると思います、指は長くなるし、そして指のね、こう幅も広がるっていう感じですので、ピアノ弾く方なんかいいんじゃないですかね。もう2オクターブぐらいいけそうですね。2オクターブ歌っちゃうんだねさすがシンガーでございます、ね、ピアノ2オクターブぐらいいけちゃいそうですね、はい、あ、でも確かに広くなりましたね。広くなりますよ。本当だ、はい、ピアノやってる時に知りたかった。ですのでこれでまたあの作業効率も 20% ぐらいアップすると思うので、すごい、副業とかね、メルカリとかヤフオクとかやるといろんなものが売れるし、はい、またお金もプラスになるんじゃないかなと思いますさあというわけで、はい、放送1分、終了1分、これ僕終了までいっていいんですかいいですよ、OK なんですね。今日ちょっともう MC さん来てくださってるからめちゃめちゃ嬉しいでございますね今日どうでした放送は。いや、ちょっと待って、私ゲストか、いや本当に本当にもう有益な情報たっぷりの20分間だったと思いまして、本当にありがとうございます、はい、指もね伸びたし、はい、あの指も広がりましたので。なるほどですね。僕あの一緒に喋ってて、はいはい、今日バタバタで入ってきたじゃないですか。で結構早口だったんですけど、はい、息継ぎの間がうまくて全然息吸ってないんじゃないかなと思うぐらいすごかったので、さすがだなと思って、全然鼻の穴大きくなってないし、息の吸い方がうまいなと思いましたね。実は口呼吸、口呼吸なんですね。バイリンガルは口呼吸ということで。はい、今日は吐息美人の方をゲストに迎えました。なんか自分の自分の番組なんですね。ゲストさん、ゲストさん。ねえ。はい。通うのはどこに通ったらいいんですか、ストレッチ。あと、DM から問い合わせてください。ですね。はい。じゃあ皆さん、あの気になった方はぜひ DM、DM じゃない、インスタグラム X からお越しくださいということで、今日はたけるさんありがとうございました。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございます。また来週。